逆だと？あの、今なら一泊二食付きで案内できるぜ。ベッドも長いこと誰も、いや、すっげー綺麗なもんだ。いえ、私は臨時治療院を開かせてもらうだけで。ああ、それも構わねえ。泊まってくれんなら自由にしてくれ。よろしいのですか？なんなら治療客に軽食を出したっていいぞ。なるほど。こちらでそのような痛ましい事件が。ああ、それ以来、なんつうか、風評被害が出て、客も寄りつかなくなっちまってな。こちらのような親切な宿が閑古鳥なのは、そういった理由でしたか。では。及ばずながら、私も力になりましょう。私がこの宿にはカースなどないと証明できれば、皆さんも不穏な空気を感じることもなくなるでしょうから。え、あんたっていうかカース。自己紹介が遅れました。私はディアン・ケヒトファミリア所属の。ディアン、あんたデア・セイントだったのか。はい、その名で呼ばれるのは私自身お恥ずかしいのですが。変な格好で全然わからなかった。どうかしましたか？ああ、いや、あんたがデアセインとは。こりゃ月が向いてきやがった。あんたがいてくれりゃうちが験の悪い宿だなんて噂はすぐ。では早速。終わりました。はい、こちらの宿にカースはかかっていません。至って安全です。これでこちらの宿の安全性は。そういう話じゃねえだろう。ではこちらの宿で臨時治療院の準備を進めさせていただきますね。ああ、デアセイントの治療院に使われてるってなれば、うちの印象も変わるだろうからな。それでは私は物資などを買い揃えてきます。わかった。うちで治療院を開くってのも広めといてくれよ。はい、こちらの宿が再び活況を取り戻せるよう、私も微力ながら力を尽くしますので。ああ、頼りにしてるよ。その後、噂が街中に広がるのに、さして時間はかかりませんでした。あのデアセイントすら、いかめしい格好をして臨むほど、恐ろしいカースが、ビリーの宿屋にはかかっているという噂が。